対2のまま試合はアディショナルタイムに突入。行き詰まったこの状況を打開すべくガルバンはオーバーラップを敢行する。勝負に出るつもりか。よし、キャリソンからのパスをパスカルが受け取った。そしてオーバーラップでゴール前に迫るガルバンにボールが。シュートをブロックしたアダムはその場で膝をついてしまった。こぼれ球を拾ったパスカルはキャリソンへとパスを送る。だがボールを受け取ったキャリソンへ松山が立ち塞がった。まだ立ち上がれない。こいつは俺が何としても止めてやる。またこいつか。あっと、キャリソンが仕掛けた。体を激しくぶつけて強引にドリブルトップを狙っている。反則スレスレじゃねえか。けるか。何のためにトレーニングしてきたと思ってる。松山が体を張ってキャリソンを止める。これではキャリソンも簡単には突破できそうにないぞ。しぶといやつだ。だがこれ以上時間を使うわけにはいかない。しまった。こいつで勝ち越しだ。させるか。キャリソンのシュートをアランがギリギリで阻止。松山の粘りでアランが間に合った。カウンターだ。これがラストチャンスになるぞ。ボールを奪ったアラン、自らボールを持って仕掛ける。しかしマンチェスターブレーのディフェンダー陣の戻りが早い。オーバーアンドロビーにはマークがついてる。ケリーも警戒されてるし、パスは出せそうにないか。なら俺がドリブルで仕掛ける。ドリブル突破を図るアラン。しかしマンチェスターブルーのディフェンダーが行く手を阻む。これではアランも身動きが取れない。クソ、振り切れない。ここでへばってる場合じゃないってのに。アラン、ボールを止めるな。俺に出せ。松山。松山がアランの背後まで駆け上がってきている。試合終盤にもかかわらず運動量が全く落ちていない。なんてスタミナだ。任せたぞ。
にトレーニングしてきた甲斐があったぜ。このラストプレー確実に決めてやる。シュートではありません。松山からのパスだ。マークを振り切ってゴール前に走り込んでいたケリーに地を這うような軌道のパスが通った。いいパスだ松山。ボールをトラップしたケリーは足で高くボールを浮かせた。そしてそのまま自身も飛び上がり空中シュートだ。誰にも邪魔はさせる。ファイヤーマンゴール。決まった。ゴール。ノースロンドン、ついに勝ち越し点を奪いました。そして試合終了のホイッスルが鳴り響きます。イングランドリーグの両雄対決は激しいせめぎ合いの末、ノースロンドンが3対2で勝利です。やった。自分で点を取ることはできなかったけど、ヒューガのアドバイス通り今の俺にできることは全てやりきったと思う。いや、俺はまだまだ実力が足りてねえ。それは誰よりも俺自身がよく理解してるつもりだ。だがこのままでいるつもりはないぜ。このイングランドリーグで世界トップクラスのサッカーを経験し、もっと成長してやる。もちろんそのつもりだ。こいつらもディアスという天才に隠れてはいるが、俺と同じように努力を重ねてきた選手たちってことか。それはこっちのセリフだぜ。世界一になるのは俺たちノースロンドンだ。